東京アニメセンターは日本のアニメについての情報発信と人材育成を目的とした施設。2006年3月15日に東京都千代田区外神田の秋葉原オックス内に開設された。運営は日本動画協会のもと2011年1月10日までは小学館集営者プロダクションを漢字会社とする企業コンソーシアムが行っていた。センター内には アニメ関連の展示を行うイベントギャラリーやラジオ収録及びアフレコ体験を行うことができる東京アニメセンタースタジオオフィシャルショップのほかアニメ関連事業者向けの情報収集発信を目的としたアニメプレスデスクが設けられている開設当初は映画館秋葉 3D シアターが設けられトップを狙えアンドトップを狙えに合体劇場版 などのアニメ映画のロードショーやアニメ映画祭が行われていた。なお、この施設は2017年の移転後に、オックスシアターと名称を変更し、運営は、オックスカンファレンスオフィスによって行われている。2011年1月10日で一時休館。日本動画協会の単独運営により、同年2月26日に仮オープン、4月12日にリニューアルオープン。 2012年2月に再度休館し、同年8月25日にアバマンショップネットワークとの共同運営によりリニューアルオープン。同社が福岡県北九州市で運営する施設名を冠した東京アニメセンター員あるあるシティに改名した。2017年7月29日をもってテナント契約満了のため秋葉原オックス内での運営を終了。 その後提携先を大日本印刷に変更、同年10月28日に新宿区市ヶ谷田町にある DNP プラザ内に移転をオープンし、施設名称も東京アニメセンターイン DNP プラザとなった。2021年4月16日にリアルとバーチャルが融合した新たな体験価値の提供を目指し、東京、渋谷の渋谷もィ2階に移転。施設名称も 東京アニメセンターインディーエヌピープラザ渋谷となった。秋葉原時代にあった東京アニメセンタースタジオではラジオ番組の公開録音が行われていた。アニメ検定は東京アニメセンターを中心とした委員会で実施されていた。ありがとうございます。